おもちゃの国アリス番外編へようこそ。店主のレイと申します。はい、今月もやってまいりました。紹介しよかったものトップ3ですね。そちらの発表の時期になってまいりましたよと。今月はですね、月の初めに2023年のね、投資企画でやっております HGUC のね、デンドロビーム、こちらのね、組み立てをね、4月からね、開始したということで、まあそれのね、続きのような感じでロボット魂のね、GP04 これをやりましたと。それ以外に G フレーム、それをやったりとかね、あとは発売からね、相当時間がね、経ってね、紹介しておりましたセイントクロスマイス EX のヒプノス、タナトス、ハーデスっていうね、こちらをちょっとやったということで、結構久しぶりにセイントクロスマイスをね、やったような感じかなと。それ以外にフィグマ、あとはサーティミーツシスターズとかね、あとは食玩の騒動ですね、そしてマスターグレード、あとはフルメカニクスとかね、やっていきましたけど、その中でもですね、マスターグレードのゼータガンダムバージョン K ですね、こちらはですね、かなり久しぶりの完全新作というね、ことでかなり期待値がね、高いっていうね、そんな感じのものをやったりとか、あとは以前もね、やったことがありますアクトモード、それとね、私がね、個人的にね、ハマっておりますね、サイバーフォーミュラですね、そちらに登場するマシンがですね、まあ完成モデルとして出てたやつ、そちらですね、紹介したということで、ロボット魂のようなね、完成のロボット関係、それから食玩、プラモデル、車みたいなものみたいなね、ことで幅広いね、内容でお届けしたね、5月となっておりましたけど、そんな中でですね、1位、2位、3位決めて発表していきたいと思います。今回ね、特にね、ランク外とか入れずに、そのままね、1位、2位、3位とね、スパッと決めていきたいと思います。とりあえずこいつはね、もういらないのでささっと避けてしまいまして、早速第3位からいきたいと思います。第3位ですね、先ほどもね、言ったものではありますが、まあこいつはですね、かなりね、インパクトのあったね、こいつを第3位とさせていただきました。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、食玩の騒動クロニクル仮面ライダーファイズリージェットスライガーですね、こちらですね、第3位とさせていただきました。まあこいつですね、価格がですね、まあ高いわけですよ、1万3000円ぐらいするんでね、非常に高いと。ただまあ乗ってはおりますけどね、こちらね、デルタが乗ってますけど、こんな感じでね、騒動のキャラクターというかね、これを乗せることができるとか、大ボリュームなこいつ、それプラスね、ミサイルのね、展開ギミックがあったりとか、あとはデルタの時にはね、付属しなかったエフェクトパーツですね、ルシファーズハンマーのね、エフェクトとかね、デルタギアが収まったトランクとかね、そういうのがね、付属しているっていうことで、まあこれじゃあね、非常に良いアイテムと。あとは作品にね、登場したものとなっておりますんでね、ボリュームはボリュームなんですけどね、ちゃんとこんな感じでね、立体化されたこと自体は非常に良かったかなと。まあ今これね、ミサイル展開状態にしますけど、これ外してね、収納状態にもすることができますし、転がし走行ができるとかね、そういう部分に関しましては非常にいいですよと。ただいかんせん高い、あとは基本的にプレミアムバンダイのね、受注生産品という感じになっておりますので、入手難易度がね、ちょっと高いかなと。たまにね、再販がね、されたりとかする可能性もね、出てはありますけど、それ以外を考えるとね、今すぐ欲しいなと思った時に、まあちょっと入手するのがね、大変かなと。あと金額、さすがに1万2000円とか3000円するのはちょっと高い気がするんでね、作中ではジェットスライガー対ジェットスライガーみたいな感じでね、2台で戦ってるシーンがあったりとかするので、それを再現するためにはね、同じものを2個買わなきゃいけないと。それに合わせて付属品としてね、エフェクトパーツがついてくるとかっていうね、ものがあったりとか、あとはまあ乗ってるね、デルタですね、これとのね、発売時期がね、ちょっとずれてるんでね、デルタは手に入らないんだけど、こいつだけ手に入る状況っていうのはね、できてしまったので、できることならデルタとこいつ、あとは今回ね、私が紹介した形のこれとエフェクトパーツ、あとはエフェクトパーツがない状態でこちらね、ジェットスライガーだけみたいな3種類ね、購入する方法がね、あってもよかったような気がしますけどね、これ自体はね、かなりボリュームがあってね、迫力もありますんでね、なかなかよろしかったと思いますんでね、まあ今入手するね、ことができるんであればね、チェックしてね、いただければと思います。はい、ということで第3位はこちらの騒動クロニクル仮面ライダーファイズリージェットスライガーですね、こちらを第3位とさせていただきました。はい、ではですね、第2位いきたいと思います。第2位はですね、どちらともね、ちょっとね、選びにくかったんでね、どちらともね、2位とさせていただいたこいつです。じゃんと、はい、こちらですね、バリアブルアクションのニューアスラーダ AKF0/G、 それとオーガ AN21 デラックスバージョン、これをね、第2位とさせていただきました。まあ先ほどもね、言った通りね、私がね、サイバーフォーミュラハマってるからっていう感じでね、購入しておりますけど、
これはね非常にいい感じなんですよね。でこちらのニューアスラードの方も一応パーツをね組み替えることによってね、リフティングターンっていうねモードにできるとか、説明書の方には載ってないんですけど、ブーストボットの展開とかね、こういうギミックがありますと。であとこちらね、オーガに関しましてはこれ以外にパーツをね組み替えることによって全5形態ですね、この状態サーキットモードを含めた全5形態にすることができるっていう組み替えギミックとかね、その辺も含めてね楽しむことができるっていう内容は非常に良かったと。ただこの2つ発売からね結構時間が経ってる関係で入手難易度がちょっと高いかなと。一応私もですね中古ショップとかねそういうのを利用して購入しておりますので、店頭で見かけることはねほぼほぼないと思いますんでね、そういうようなところで買う形になると思うので、まあ、ちょっと入手難易度がね高いかなと。あとは古いものなんでね、劣化とかによってうまく動かないとかね、逆に破損してる部分があったりとかするので、そこの部分の見極めですね、それがちょっとね絡んではきますけど、これじゃあねかなり出来はね良かったと思います。まあ今後こうじゃですね、ニューアスラードの方はバリアブルアクションハイスペックっていうね、さらにグレードの高いやつがね出る予定だったはずなので、そうなった時にこちらの場合はね差し替えになってますけど、パーツの展開とかによってね別な形態にできるとかね、そういうのが今後ね盛り込まれるような感じがするんで、もしね入手する機会があったらねちょっと手に入れたいところですけど、先ほど言った通りねバリアブルアクションハイスペックっていうのは他にもね結構出ておりますんでね、それもねいつの日か1台ぐらい手に入れたいなと思っておりますんでね、もしね入手することができたら紹介したいと思います。でオーガに関しましても一応他にねバージョンがありましてね、マーキングプラスみたいな感じでね非常にマーキングが施されてるね、さらに高いグレーのものがねあったりとかするので、一応こちらにね合わせてこれをね買っているんで、まあシンプルなやつでさらに両方とも、ね、古いんですよね、ではなく2023年に先ほど言ったねマーキングプラスバージョンみたいなやつがね出ておりますんでね、まだこっちはね入手しやすいと思います。ただ金額は高いです。2万いくらとかするんでね、その部分も考慮してね買う形にはなるかもしれないですけどね、これじゃあかなりマシンとしてはねいい出来だと思いますんでね、気になった方はねまあこちらね私動画で出しておりますんでね、見ていただいてそれからねチェックして買っていただくっていうのもありだと思いますけどね、これかなりいいと思いますんでね、チェックしていただきたいと思います。ということで第2位はこちらのバリアブルアクションのニューアスラーダ AKF0/G、 それとオーガ AN21 デラックスバージョン、こちらね第2位とさせていただきました。はい、ではですね栄えある第1位いきましょう。第1位はですね、まあ先ほどもね言ったプラモデルの中から一つ選ばせていただきましたと。それがこちら、じゃんと。はい、こちらですね、フルメカニクスのガンダムエアリアル、こちらですね第1位とさせていただきました。先ほどもね言ったことではありますが、マスターグレードのゼータガンダムバージョン系っていうのがね MG の中でも久しぶりのね完全新規としてね発売されたものとなっておりましたが、固定部分がちょっと微妙かなって感じる部分だったりとかね、作中に寄せたような感じでね変形をうまくやろうとした関係でかなり複雑になってて、でパーツのテンションだったりいろいろな部分がですねきつすぎたりとかね、それを無理やりやると壊してしまうとか、変形機構もかなり複雑でちょっと扱いにくいなって感じてしまった部分があったんでね、まあ期待値が高くなってた分ね、そういう部分がちょっと目立ってしまったかなっていう感じですね。あとそれに合わせてバージョン 2.0 ってやつをねやりましたけど、バージョン 2.0 の時には台座とかねハイパーメガランチャーとかそういうようなね小物関係というかねがついてきてた部分が、今回のバージョン K は台座もハイパーメガランチャーもついてこないのに値段が2000円から3000円ぐらい高くなってしまったっていうね、一応しっかりと変形させることによって見た目はいいんですけどロック機構が甘いとかね、そういう部分がやっぱり粗目立ちしてしまったかなっていう感じですね。あとは個人的に期待枠だったマスターグレードのリガゼーカスタムっていうねのもありましたけど、あれも期待してた分あんまり良くないなってちょっと思ってしまったっていうねところが大きかったかなと思っております。でこちらのフルメカニクスのエアリアル、これはですね私の中では144分の1、まあ HG の方ですね、そちらを生放送の中で作りましたけど、まああれの延長線上だと、ただ単にでかくなっただけだろうと思ってたら思ってた以上に良くて非常に組みやすいと。まあ HG とマスターグレードのだいたい中間ぐらいでね位置する感じで非常に組みやすいと。でディテールもしっかりとしておりますしね、稼働もバッチリ、
まあちょっと一点ね、惜しいのは HG とね、同じで。こちらね、シールドですね。こちらのエスカッシャン。このキブパーツ、これに対してシールドビットをね、つけているっていうのは基本的に構造変わってなかったんで、ここの部分はですね、強度を出すためにこのパーツ。なくてもエスカッシャン、このシールドですね。これを組めるようなうまい配置ですね。が、されてればさらに良かったかなっていう感じがしましたけど、それでもこちらに関しましてはね、かなり出来は良かったと思いますんでね。今現在、2023年のね、5月現在、シーズン2がね、放送中ですんでね。ちょっとこちらね、店頭で売ってるようだったらね、一度買ってね、作っていただければと思います。HG をね、作ってね、これ作ってないっていう方もね、比較もできますんでね、まあ作っていただければと思います。これはかなりいいと思いますんでね。価格もそんなに異常に高いわけではないんでね。まあちょっと一応ね、作っていただければと思います。はい。ということで、栄えある第1位はこちらのフルメカニクスのガンダムエアリアル。こちらね、5月編の第1位とさせていただきました。はい。ではですね、いつもの通り、1位、2位、3位ね、並べたいと思いますが、1位のエアリアル、2位のこちらですね、バリアブルアクションのニューアスラーダ AKF0/G と、こちらのオーガですね。そして、第3位の、ちょっと見切れておりますけどね、こちらの、ソードクロニクル仮面ライダーファイズより、ジェットスライダーですね。ちょっと足の安定感が悪いんでね、アクションベースはちょっとつけた方がいいと思いますが、一応こちらですね、となっております。プラモデル、完成モデル、そして食玩という風に、まあ、ある意味ね、バリエーションとしてはいい感じかなと。まあ、この中で一番入手しやすくて、価格帯としてもね、それなりっていうところがやっぱり、今のところエアリアルかなと。まあ、最近ですね、あんまり店頭では見なくなってしまいましたけど、まあ、今後もですね、アニメがね、まだ続いておりますんで、再販される機会はね、大いにあると思いますんでね、まあ、一度入手していただければと思います。まあ、あとですね、私が個人的にハマっておりますけど、サイバーフォーミュラね、面白いので、それもね、見ていただいてね、この辺もちょっと買ってね、楽しんでいただければと思います。ということでね、2023年の5月編の紹介してよかったものトップ3はね、こんな感じでまとめさせていただきましたので、またですね、6月、7月とね、続けていきまして、年間大賞発表のね、12月までやっていきたいと思います。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。バーイ。